こんにちは。今日のニュースです。23日、ついに検察はチョ・グク法相の自宅に家宅捜査を開始したようです。最近親族の逮捕があったばかりですが、自宅から何が出てくるのか、文政権の終焉となるか、気になるところです。今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。ニュースの詳細、ムン・ジェイン大統領の側近チョ・グク法相の家族の不正疑惑をめぐり、ソウル中央地検は23日午前、ソウル市内にあるチョ・グク法相の自宅の家宅捜索を始めた。検察が一連の捜査に着手して以降、チョ・グク法相の自宅を強制捜査するのは初めてだ。捜索の具体的な容疑は分かっていない。渓谷メディアは、家族の投資先のファンドが出資した企業が自治体事業の受注を急増させた疑惑や、娘の大学入学をめぐる不正に関連した捜査と報じている。証拠隠滅に関与した疑いなどでチョ・グク氏本人への直接捜査に乗り出したとの報道もある。検察はチョ・グク氏の自宅からパソコンのハードディスクなどを押収した模様だ。検察はこれまでに娘の大学入学に絡む不正をめぐり、チョ・グク氏の妻を私文書偽造の罪で在宅起訴した。投資疑惑をめぐっても親族の男性を横領容疑などで逮捕していた。文大統領は今月9日、チョ・グク氏に法務部長官の任命状を授与した際、検察は検察がすべきことに、法務部長官は長官がすべきことに取り組めばよいと述べており、青瓦台も検察の捜査を見守るとの立場を維持している。チョ・グク氏が法務部長官を務めることに対し、任命から半月が経っても反対する世論が下火にならず、任命した文大統領の支持率も2017年5月の就任後最低を記録するなど逆風が吹いていると言える。記事は以上です。今回の家宅捜査はムン・ジェイン大統領がニューヨークへ旅立ち不在のタイミングを狙ったと思われます。先日義兄が北朝鮮へ船を偽装して密輸してた疑惑もありましたが、そんな情報がこんなにも早く出てくるとは、他国の情報機関の関与があると考えられますね。今日は以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。